渋川さんは、僕は渋川さん入ってほしいと前から思ってて、結構渋川さんは嬉しいなと思ってたんだけど、はい。ありがとうございます。僕はね、おお、びっくりした！びっくりした！お疲れ様です。どうした、畑さん？お疲れ様お疲れ、どうしたん？です。遊びに来ました。遊びに来たらどうすんねん、こんなとこ。びっくりした！ちょっと、何びっくりしたって。びっくりするかなってこん話なとこしでてやっ今てたのよ。配信して日。たすいのよ。ません、ちょっとお酒まで持ってきちゃっ本て。当にいいの？新規の話も今ね、してるんだよ。ゆっくりしながらね、新規リーグってやってるわけですやっよ。てましたね、ドはい。ラフト。ドラフト。僕はほら、ハチさんも結構さ、VTuber のこといっぱい応援してるじゃん。だから、みんな頑張ってるから。結構きついことあってさ、選びたいのにさ、なるほど。結局選決まっべてまなすもんい。ね、枠が。そうなんだよね。なんか不思議だな、不思議だな、なんで俺がここに映ってんだ不思ろ議な絵だよね。なんかあれし、今日行ったんでしょ？う。そうタンなんスですよ、ケ。タンス一ケ心さんタンス行ってケ行きっまたんでししょ？た。めちゃめちゃ美味しかったです。一心タンスケね。めちゃめちゃ美味しかっじゃあたで俺もす。腹減ってんだよね。新域見てた？あずさん見たことあるでしょ？見ました、見ました、ちな全み然。に、バッターです。一心タンスケ？ちょっと待って、一心タンスケ来たんだけど。え？一応でもお土産を持ってきました。お土産？ちょっいとつも食べ慣れてると思うんですけど、ありがちょっとうごと、ざいます。いただいていいんですか？ちょっと、お店のやつなんでシールとか貼ってないですけあ、ありがとう。分厚いよ。ありがとう。一心ど。一タン応ス、ワッターさん？俺も食いに行きたかったんだけど、今日あれだったんすでよ。も、新域だったんすよ。ちょっはとしまっといて。一心タンスケ来たんだけど。スポンサーさんスまポンで。サーさん来たんだけど。はい。ちょっと一心タンスケさん、みんな、よろしくね。本当に。いつもいただいてばっかりだよ、めちゃめ本当ちゃ美味しかったです。に。僕らは、美味しいと、イェーイと、一心タンスケよろしくしか言えなくてさ、心苦しくて。たまたま本当今日めっちゃ暇で行こうかなって思った時に、今日来たの、東京。今日昼に来マましジた。そっからずっと酒飲みっぱなしです。なんでだよ。ずんた何もかもダメ。結構なんかお酒飲んでるイメージがあります。はい、ありますね。村上さんは村上さん、そうっすね。大体そうっすね。ちょっと一緒に飲みたいなって思うぐらい。あと、村上さん、世の中の常識が分かんなくて、新規リーグで、ルイス・キャミーと打ち合わせしましょうって言ったときに、ルノアール予約しようとしたからね。ルノアール？ルイス・キャミーも、ルノアール？ルノアールの会議室で打ち合わせしようとしたらしくて、俺もびっくりして、でもう、しょうがない人だから、で、ルイスにまず、LINE 聞いたらしいんですよ。もうなんか普通2時3時って大箱の女性配信者に LINE 聞くなんてないじゃないですか。絶対やっちゃいけないじゃないですか。ルイスもなんかこう、まあ村上さんそういう感じだしなーっていう感じで LINE 交換から始まったらしいんですけど、嘘でしょ？ディスコードとか、まあなんだろう、配信上のお付き合いみたいな、あるじゃないですか。LINE 聞く普通？普通 LINE 聞く？携帯の電話番号送ったらしいんですよ、ルイスに。嘘でしょ？正気？ルイス・キャミーに携帯電話の番号送って、これ俺の番号ですって送って、ルノアールで会おうとしますか？俺もびっくりして、俺もびっくりして、正気かよっつって。まあ、ルイスは笑い話にしてたけど、俺は、ちょっと俺から言っとこうかっつって、大丈夫、大丈夫、タマちゃん、大丈夫、大丈夫、うまくやるから大丈夫、みたいな。ルイスは、俺から言おうか。大丈夫だよ、タカちゃん、心配しないで。私はちゃんとやるから。私はちゃんとやるからってことは、もう、ずったんがちゃんとしてねって言ってんのよ、ルイス・キャミー。汗かいてきた。本当に。ちゃんとやるから。心配しないで。まあ、ルイスはいいやつだから。びっくりするだろ。本当ルイスで助かっただろ。びっくりしたんだ。ちょっと何でいいんだろう。それがアトラス。いいチームですね。ルイスでよかったな。ルノアール事件だから、それマジで事件だから。マジで。あれで新規終わるかと思ったもんね。ドラフトした瞬間に、ドラフト終わりました、第1回、去年の。去年ドラフト終わった後に、ルノアールで待ち合わせしようとして、俺ともう新規が終わるかと思った。あれ、ルイスじゃなんか終わってるよ。あれ、ルイスじゃなかったら終わってるよ、マジで。あ
あのルイス以外の二次三次の人だとか、あ、大手事務所の人だったら、いや、まあ、急に LINE 聞いてきたんですけどで終わってるよ新域マジで。あれルイスのファインプレーで続いてるマジで。ああ、終わってるよマジで。だからこれ続いてるのはルイス・キャミのおかげなんだよお前らはルイス・キャミに感謝しろそう、ルイスの起点の利くファインプレーによって新域が第2回行われておりますありがとうございました。対戦ありがとうございました。タイヤリ、タイヤリです。だから本当の MVP はルイスあそこでもう NG になってんだ、うん、村上さんチャンピオンしたのに、チャンピオンになったのに今回いなかったかもしれない、うん、マジで助かりましたね。お前らルイスにお礼言えよ本当に、うん、そうなんですよ。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。